レジナルド・ホーラス・ブライスは、イギリス出身の文学者、日本文化研究者。レジナルド・ブライズとも呼ばれる。1898年、イングランド・エセックスの鉄道会社事務員の子として生まれる。1916年、第一次世界大戦の最中に、良心的兵器拒否者として、ワームウッド・スクラブズ刑務所、ワームウッド・スクラブスに収監され、 ついでプリンスタウンプリンスタウンの内務省、労働センターホームオフィスワークセンターで労働に従事する。大戦後ロンドン大学で学び、1923年、優等の成績で卒業。この頃より、彩色主義者となり、生涯彩色を続けた。フルートを吹き、楽器の制作をし、独学でヨーロッパの諸言語を学んだ。また特に、 バッハの音楽を好んだ。1924年、ロンドンデートレーニングカレッジより、教職資格を得る。同年、大学の学友のアニー・バーコビッチ、アニー・バーカビッチと結婚。いくつかの文献によると、夫妻で、インドに赴きしばらくの間、教職にあったが、イギリスの植民地支配に反発を感じやめたという。ただしこの話を、 ブライスの死である、鈴木大説の創作とする学者もいる。1925年、ブライスは、日本統治下の朝鮮にわたり、京城帝国大学英文科の助教授となる。朝鮮滞在中に日本語と中国語の学習をはじめ、また明神寺京城別院禅寺、火山大義について禅を学ぶ。1933年、 朝鮮人学生を事実上の養子とし、朝鮮とロンドンでの学費を提供する。1934年、妻が単身でイギリスに帰国。1935年、ブライスも後を追うがしばらくして離婚する。1936年、慶場に戻り、1937年、来島富子と再婚。後に、ナナブライスと、ハルミブライスの二人の娘を設ける。 金沢に移り第四高等学校の英語教官となる。第二次世界大戦が勃発すると、ブライスは適正外国人として収容される。日本支持を表明し、日本国籍を取得しようとしたが却下された。非収容中に空襲により高官な増殖を失う。戦後、ブライスは平和への円滑内行のため日米両、当局と協力し精力的に活動した。 1946年4月より、皇太子の英語教師として雇われ、皇室との付き合いは1964年5月まで続いた。皇室との連絡調整役を務め、また、ブライスの親友で連合国総司令部、民間情報教育局に勤務していた、陸軍中佐、ハロルド・ヘンダーソン・ハロルド・グールド・ヘンダーソンと共に、昭和天皇の人間宣言基礎に加わった。 1946年、学習院大学英文科教授となり、当時の皇太子に英語を教えている。禅の思想と日本の史家、特に俳句が西洋に広められたのは、ブライスの功績が大きい。1954年、東京大学より文学博士号を受ける。1964年、脳腫瘍と肺炎の合併症で、 聖路科国際病院にて死去。墓所は、鎌倉の松、岡山統計総寺前寺。終生の友、鈴木大節の墓の後ろに眠っている。辞世の句は、サザンカに心残して旅立ちぬ。統計時のブライスの墓壊マジズム詩人が関心を示して後、俳句が英文学において注目されることは、第二次大戦までなかったが、戦後、 俳句に関し、影響力のある書籍が、数多く出版されることになった。1949年に、ブライスの、俳句俳句第一巻が、日本で出版され、戦後西洋世界に俳句が紹介された。ブライスは、前、俳句、川流その他の日本文学、東洋文学に関する書物を執筆したが、中でも重要なものに、前と、英文学全員。 イングリッシュリテラチュアオリエンタルクラシックス、俳句、俳句の歴史ヒストリー・オブ・俳句がある。今日における、プライスの最もよく知られた業績は、英語圏に俳句を紹介したことである。今日のブライスに対する見解は分かれる。日本文化普及の功績を評価される一方で、時にその俳句と前の説明は一面的であると、批判されている。 現代の多くの俳句作家は、ブライスの著作によって、俳句の世界に入っており、その中には、ジャック・ケルアック、ゲイリー・スナイダー、アレン・ギンズバーグ、ジェディ・サリンジャーといった、サンフランシスコルネッサンス詩人、ビート、ジェネレーション作家らがいる。ジェームズ・ W ・ハケット、ジェームズ・ W ・ハケット、エリック・アマニエリック・アメン、ウィリアム・ J ・ヒギンソン、ウィリアム・ J ・ヒギンソン、アニタ・バージル、アニータ・バージル。 ジェーン・ライク・ホールド、ジェーン・ライヒ・ホールド、リーガーが、リーガーがといった国際的俳句詩人の多くも、ブライスの本によって、初めて俳句に接している。それら国際俳人らは、ブライスは、近代的主題を持つ俳句を好まず、また、日本の俳人が、基本的には意識することのない俳句と禅の、直接的な結びつきに重きを置きすぎているとしばしば、述べている。 ブライスはまた女流俳句を好意的に見ておらず、特に場所の同時代と20世紀における女性俳人の役割を過小評価している。800ページを言うに超える俳句の歴史、全2巻中、女流俳句について述べたのは16ページに過ぎず、それら各ページも女性俳人に対する否定的な論評で貫かれている。女は直感に優れると言われるが、 女の思考力が劣るからこそそう言いたくなるのかも、しれない。しかし愛国心などと同様、直感では不足である。明らかに、千代女のものと思われる句についても、この句が千代女の作かは疑問であるが、そもそも女に俳句が読めるかどうかも疑問である。俳句に関する書物を執筆し始めた当初、ブライスは日本語以外の言語で俳句が読まれることを、 予想しておらず、また、廃談の設立も行っていないが、ブライスの著作は英語による作句への強い刺激となった。ブライスは、俳句の歴史、第2巻の終わりでこう述べている。日本国外における、日本語によらない俳句の創作、俳句の歴史における、近年の展開は誰にも予見し得ないものであった。そして1929年生まれで、 ブライスと書簡を交わしていたアメリカ詩人、ジェームズ・ W ・ハケットによる英語俳句数編を添えている。ありがとうございます。